はいドナルド松山の FP 技能士講座ワンポイント講座のご案内をしていきます、えー、今回はですね少額短期保険なんていうものをご案内していきたいと思います少額、えー、短期保険でどういった保険かって言いますといわゆる保険業法という法律があります保険業法で定められている保険業のうち一定規模の範囲内でおける保険の引き受けを行う事業者または、えー、引き受け もらえる保険の商品というなな形になっております、えー、保険期間は、えー、損保の場合には最長2年生命保険の場合には生命保険と医療保険関係ですねこちらの場合には1年というふうな形になっておりますかつ保険金の最高限度額が1000万円、えー、それ以下の保険を取り扱うことになっております。えー、学短期保険のまあ特徴と言いますか、えー 支払い保険料に関しましてはですね、いわゆる所得控除、生命保険料控除とか地震保険料控除なんていうものがないですようになっております。さらにですね、えー、生命保険損害保険の場合には保険契約者保護制度っていうのがあるんですけれど、えー、そういった、えー、生命保険契約の保護制度、 契約者のの保護制度なななんてていいうのはないですすよと形になっておりますつまりですね少学短期保険業者は、えーえー、保険契約者保護機構には加入してないというふうな形になっております、えー、具体的な商品でいっちゃいますとですねペット保険なんていうのありますよねペット保険とか少学の火災保険とかですね 地震保険医療保険なんていうのがあります結構特徴的な商品が揃ってたりします、えー、詳しく学びたい方はですねドナルド松山の FP 技能士講座の方でお待ちしていますのでそちらの方で学んでいただきたいななんて思っておりますはい当講座についてのご案内させていただきます、えー、ポイントとしましてはテキストに頼らなくて、えー、実務とか出題事例を中心に行いながらまあ講義形式ライブ感を大切にしてポイントを明確にしていると まあ、FP が知っておくべき知識なんかを、まあ、意識しながら講義してますよという形になっております、えー、テキストをお持ちの方はですねテキストの副特音として、えー、学んでいただければいいかななんて思っておりますこんな時代だからこそ FP を学んでいただきたいななんて思っております、えー、今回はですね少学短期保険のご案内をさせていただきましたお疲れ様です